あそういえばさ、今、ね、荷のチャット見て怖いなって思ったんだけど <laughs>、昨日さ、ウーバーイーツがさ、もう、バチバチ間違えて、僕は、うなぎ牛丼また頼んだんですけど、夜、あの配信の後に、来たのがさ、あの、激辛チキンカレーと、なんだっけ、激辛、激辛メガニンニク牛丼みたいな。全然違うの来てさ。で、 俺、返そうと思って来た人、もう開けた瞬間違ったから電話したんだけど、配達に電話出なくて、でもカスタマーセンターみたいなのにやるじゃん。そしたら、なんかあれ、あの、来たの間違えるとさ、間違えてると、あの、それ取り消ししてくれるのよ、ウーバーって。で、それはありがたいんだけどさ、全く食わないさ、もうメガチキンカレーとさ、メガ、あの、メガニンニク牛丼みたいなのが来てさ、 どうしようかなと思ってさ。で、新しいの頼んでももう2時とかになっちゃって今日昼からサッカーの練習ある予定だったから、まあ、昼っていうか10時ぐらい、11時ぐらいから、結局なくなって1時からの友達やってるやつ行ったんですけど、ねさすがに2時まで待って食ってじゃあちょっときついなと思って、もういいかと思って、僕辛いの苦手なんですけど、それ食ってたの。 でもうメガチキンカレー、別にこれ、お茶ある話じゃないですよ。なんかお茶ある感じで話しちゃったから、あれ途中で言ったけど、食い終わったぐらいで、ピンポーンってなって、怖いじゃん。あれ返してください、みたいなさ。<laughs> 俺、もう食っちゃったと思って、もう。で、出ないで、でその後二2回ぐらい知らない番号から電話来たの。でごめんだけど、俺出なかったの、ね、もう怖かったから。 あれ何だったんだろうねっていう <laughs>。で、俺それもらった時にその配達員さんが、あれみたいな、ちょっと俺を知ってる風っぽいリアクションがあったのよ。だから今その配達員さん見てたらごめんなさい。一回電話したんで許してっていう。わかるこの怖さ。いや、だこれ、回収、これ別に今からお金、なんか法律上なのか、なんか払わなきゃいけない全然払うんだけど。 めっちゃ怖くない夜中の2時にさ、知らない番号から。みんなだったら食べない。もうさ、俺、うちに飯なかったし、もう一回頼んで3、40分後とかきついから。みんななら出られるこれいや。むちゃくちゃ怖かったんだよね。そう、自動返金されてんだよ。自動返金されてて、出ないよね。出れないよね。いや、法律的な怖さは別に俺は、だから金払ってもよかったんだよ。この、もう来たやつ食うからっていう。 そんなシステムはないよ、Uber に。間違えてき、あれ、間違えてきたやつ、そんなの画面作って言えないよね、Uber。最悪、これでもいいっす。金払います、みたいな。あの居酒屋であんじゃん。じゃがバターです、みたいな。頼んでないっすよ、みたいな。えみたいな。サラモさん、コントにしてない、それでも、まあ、イースはもうこれ、うちの伝票つけといてみたいな、あるでしょ。間違えたのは食べてもらって大丈夫ですよ。うん、むしろ回収して、本当のところに届け直すの OK だったら、衛生電気壊すせる、うん、あ、確かにそうだよね。 いやでも、そうだ、俺、ピンポンなっても怖くて出れなくてさ、電話も仕方したんだけど、そう食べて問題ないぞ、テンポの間違い。うん、で、今日の昼も激化、俺、だから激辛自分、超弱いの忘れてて、ずっと下痢だったんだよね、昼。<laughs> サッカー行く前とかマジで。あれ、これ行けるかこれい行けんのかみたいな。ずっと下痢だった。たまあ、これはまあ、食べた俺が悪いのかみたいな感じだったけど。で、ね。 奥ささん酔っ払って帰ってきたからさ下にさが、激辛のご飯置いてあったけど、あれ、レオが頼んだやつじゃないよねって、なんか若干ちょっと疑われる君、いや昨日言ったやつだよあの酔っ払ってる時に言ったやつでそうかって。いう、なんか、ちょっと焦るっていうなんか。でもね、浮気相手の女がね、家で激辛チキンカレーは食わないですからね。